大量リードをもらいましたが、不安定なピッチングが続きました。不甲斐ないエース候補に中畑監督は帰るぞと奮起を促します。伊能はなんとか完投し、リーグトップに並ぶ8勝目。どうですか中畑監督。全然今日はもう全く褒めることはない。大反省してもらいたいね。